まずは結果として、2試合勝てたっていうところと、最後ゼロで、締めれたっていうのは、勢いになると思いますし、一発目の初戦の自信になると思います。そんなに日本と他の国と力の差もなくなってきてるなというふうに感じていて、それプラスそのレフェリーのところであったりっていうのがあると思うので、難しい戦いにはなると思うんですけれども、でもそれでも勝てたっていうのは大きいと思います。1点じゃなく2点取れるようになったっていうのはすごい収穫かなというふうに思います。1人であったり2人であったりという動き出しのところでやっぱり、点が取れる選手が、いるとやっぱり、相手の脅威になると思いますし、それが今このチームにはあると思います。そうですね、まずは初戦、一番重要になってくると思いますし、注目されると思うんですけど、そこで、勝ち点を取れるのが一番重要だなというふうに思っているので、そこに向けてしっかり準備したいなと思います。厳しい戦いになると思いますけれども、チームとして団結して勝利を求めていきたいと思います。